はい、それでは次は肺教腔寄生宮中について解説しますで。今日勉強するのはこの2つですね。えウエステルマン肺球中、あと宮崎肺球中、この2種類を勉強していきます。でまずウエステルマン肺球中ですね。この疫学分布ですが、これはアジアに広く分布していますと。で人への感染は、えーまあ、メタセルカリアを守っている第二中間宿主 モクズガニ、サワガニなど、これを私たちが生で食べるということで感染しますと。でまあ、感染すると、メタセルカリアが生体内で私たちの体の中で肺で成、まあ、虫として寄生しますと。でまあ、主に肺に寄生するんですが、まあ、時にこの脳とか腸管膜、皮下など、まあ、いろんなあの臓器に異植、寄生、まあ、したりすると。 そういういことがありますで、えーまあ、次、生活史ですが、えーまあ、ウエステルマン配給中の、まあ、卵ですね。でこちらが、まあ、海中の卵と、まあ、比較した図になりますが、でこちらが海中卵ですね。で海中卵よりも大きさは大きいですね。で、大型ですね。で、えーまあ、こういう、あの、えっ、ー、と、 褐色調に単純色素によって染まってますと、それは海中と一緒なんですが、えーまあ、蓋がありますとで。蓋はこういう平べったい蓋がありますと。で卵郭が割と厚めで、特にこの蓋の、えー、一番反対側の卵郭ですね、ここがあの非常に厚いと、まあ。そういう特徴がありますと。でこういう卵は、角炭とか糞便、まあ、にあの含まれてますと。 それではあの第一中間宿主はこのカワニナっていう貝ですね。で、第二中間宿主はカニですね。モクズガニ、サワガニ。で、我々はこのあカニを、まあ、生死をするということで感染するんですが、まあ、ウエステルマン配給所は待機宿主もいてですね、このイノシシが待機宿主になってますね。まあ、ですので、私たちはイノシシをあの食べても、まあ、感染が成立したりします。 はい、次にウエステルマン肺吸中の症状についてですが、えーまあ、胸部、えー、肺吸中症の場合、えーあのまあ、肺であの中脳結節っていうのをまあ作って、まあ、それによって胸痛とか、まあ、血管ができますとであと遺書規制によって、えーまあ、脳とか皮下とか腹部とかで、まあ、それぞれ、まあ、あの症状を起こします 脳では神経用症状、皮下ではまあ移動性の皮膚主流、まあ、腹部では、その、異色規制の見られた臓器をまあ破壊するような、まあ、障害を与えるような、まあ、そういったことによるまあ症状がまあ出てきますで。ウエステルマン配給中の検査法ですが、まあ糞便検体ですね。であと、核炭検体をまあ使います。で、もちろんこの集卵法、まあ、このような集卵法を行いますと。 核炭、まあの場合はあの、まあ、年長性があったりするので、まあ、2%の水酸化ナトリウムをくら加えて核炭、まあ、を溶解した後あと、まあ、このような集炭法を行います。で、まあ、中卵の形態ですが、まあ、こちらがウエステルマン配給中の、まあ、中卵ですねで。先ほども言いましたように蓋があって蓋がちょっとこういう平べったい蓋ですね。でまあ、大きさは海中の卵より大きいと。 で、黄金色の色。で、乱獲は比較的厚くて、特にこの乱獲のこの後端部分が厚いと。あで、あともう一つ左右非対称になりますね。ここはあの真ん中こう線を引くとあのこっち側とこっち側であの形が非対称なんですよね。まあそれも特徴になります。で、診断はえー、っと、まあ中卵で。 まあ、診断するという方法と、まあ、免疫学的に診断するという方法があります。はい、で治療法ですが、まあ、このプラジカンテルという、まあ、おなじみの吸虫、えーまあの苦中薬を使います、はい。それでは国家試験の問題を見ていきます。49回目ですね、新鮮便で吸虫卵内容が卵、まあ、細胞のものはちょっとこれ難しいですが、これは答えは えー、5番になります、ね、で、まあ、中欄の,あの欄内容についてはですね、教科書の、えー、と105ページですねで、105ページに表があるんですが、表の6の1ですね、主な人体寄生中欄の鑑別。 でそ,のそれぞれの寄生虫の卵の,あの大きさとか形とか特徴が書いてるんですが一番右側に卵内容を書いてますねで。ウエステルマン配給中卵の場合は卵細胞と卵黄細胞とからなる卵黄になります。卵内容になりますので、えーまあ、答えはこの5番になりますね。ウエステルマン配給中。 それでは、えー、次、52回目ですね、中欄の胸郭台の写真ですね。あこちらですね。えーまあ、この写真がは何かと。でまあ、ウエステルマン配給中欄になりますね。まあ、蓋がひ平べったい蓋があって、まあ、黄金色で、卵、ま、殻、あ、が厚くて、こ,この後端が一番厚いと。 でまあ、左右非対称に、まあ、見えますね。でまあ、答えは5番のウェステルマン配給中欄にあります。で次、60回目、糞便中に検出された中欄を示すと。 あこちらです、ね、えー、っと、まあ、このあのまずこのこれはあのウエステルマン配給中欄になりますねでこのウエステルマン配給中の中間宿主を2つあの選べと、まあ、そういう問題になりますので、まあ、実際に覚えてないといけないですねで答えは2と4ですね川ニナが第1中間宿主4のモクズガニが第2中間宿主になりますので答えは2と4になります それでは次は宮崎配給中になります。